はい、どうもエルザです。それではファイアーエムブレム風化雪月やっていきましょう。ということで、第一章白空の書1月31日終わりましたので、チャプター11ですねに行きたいと思います。白雲の書天魔の雪深淵の玉座。ファーガスの北の地は吐く息も凍る寒さに包まれ、アドラステアの南の海でさえ冷たい風が吹きつける。空から天魔の羽とも見まごう雪が舞い落ちると、フォドラの首飾りは真珠より白くなり、険しい喉元をさらに険しくするのである。レア、話してくれ。君は私に何を隠している？あの者の姿は何だと言うんだ？あれではまるで。ですから今言えることは何もありません。今節の終わりにジェラルトの日記を読んだ。彼の部屋で偶然見つけてね。日記には彼がここを出て行った理由も記されていたよ。火災で死んだとされていた赤子、それがあのものなんだろう。彼は君が赤子に何かしたのだと気づき、ここを出ていくと決めたんだ。君は赤子にあのものに何をした？まさか禁忌に触れるような行いは。セテス、間もなく人が来ます。これ以上はやめてください。私はあのものを聖母へ連れて行きます。そこで私の望みは達せられるはずです。幼い頃私はあそこで確かに彼女の声を聞いたのですから。入りなさい。待っていましたよ。あなたは主より力を授けられました。ならばまず訪れるべき場所があります。聖母に行き主の啓示を受けなさい。聖母啓示、啓示。聖母は女神の眠る場所。この大修道院はもともとそれを守るために建てられたものだ。限られたものしか知りませんが、聖母にはセイロスにまつわる伝説があります。かつて女神より力を授かった聖セイロスは聖母にて啓示を受けたというのです。フォドラの民を救い導くため、その力を正しく使うようにと。かつてセイロスに与えられた主のお言葉はきっとあなたにも下されるはずです。聖母に赴くといい。なぜ君がその力を得られたのかわかるかもしれん。聖母にて主の啓示を受ける儀式を行います。あなた方の学級に与える今節の課題です。生徒たちも一緒に。セイロスが啓示を受けた際、その傍らには聖戦士らが控え見守っていたといいます。あなたに導かれ共に戦ってきた生徒たちは儀式の場に立ち会うにふさわしいはず。もちろんセイロス聖教会の首長として私も儀式を見届けるつもりです。そっか、ついてくるのか、危険はないのか。聖母は封じられた神聖なる地、案ずることはありません。仮によからぬことが起きようとも、私とて己が身を守るくらいはできるつもりです。いろいろと変化もあったが、君の役目は変わらない。儀式まで気を緩めず生徒たちを教え導くように。さあ、やることは変わらないみたいなんでね。ありがたい。まあと言ってもだよね、まあ、とりあえずいろいろ整えて、でそれから次の段階いきますか。
エルザがソティスと融合し、真実の力に覚醒したことにより、ニルヴァーナの資格を獲得しましたと。おお、ニルヴァーナか。格好が。なんか、格好がいまいち、いまいち。そっか。まあ、とりあえず散策とかして、この日だね。末に行う感じなんで、じゃあとりあえず29日まで、飛ばしますか。さあ、やってまいりました。2月29日ということで、そうだね。一応、修理しといてって感じかな。そうだった。鉄の槍もね、確か。鉄の弓、あとプラスで。こんなもんか。そしたら連生威力だけ上がるって感じだよね。こっちがね、指導 B プラ以上っていうことだけ言うと、あ、なんかできるんだろう。んじゃ、ギルドも補充して、これでいきますか。さあ、課題、聖母の戦いと。聖母の戦い。主の啓示か。かの有名な孤児にまさか自分たちが立ち会うことになるとは。そういえば聖母には大司教様も同行すると聞いた。万が一のことがあればフォドラの一大事、何としてもお守りしなければ。あくまでこれは俺の試験だが、そう気をもむ必要はないんじゃないか。レア様は自分の身くらいは守れるとおっしゃっていたそうだが、それは真実だろう。不思議に思っていたんだ。あの方の仕草はどこか歴戦の強者を思わせるような。レアは何者？確かにね、これ気になるところなんだけど、まあそれなら安心だ。まあ俺の勘違いということもある。気を引き締めて臨むべきかもしれないな。まさか僕たちが啓示を受ける儀式に立ち会えるなんて思ってもみませんでした。どんな儀式なんでしょう。緊張するわ。はあ、ちょっと心の準備がまだ。万が一の事態でもない限り戦闘は起こらないのだろう。退屈極まりないな。またまたそういうことを言ってると決まって何か起こるもんだぜ、フェリックス。あれ、どうしたの、フレン。難しい顔しちゃって。いえ、何でもありませんわ。しっかり見届けましょうね、皆さん。殿下、今回の課題でも俺が必ずお守りします。殿下。そうだね、この間から様子が変だ。あまり眠れていないだけだ。少し頭は痛むが心配はいらない。さあ、そろそろレア様がいらっしゃる頃だ。みんな気を引き締めて儀式に臨もう。驚きましたか。ここが聖母です。すごいな、これほど広大な空間が大修道院の地下に。地下へと降りるための巨大な仕掛け、あれは何の力で動いていたんだろうな。ここはかつて世界を作った女神とその眷属たちが眠る墓所。この玉座は我らが主女神ソティスが座したものと伝わっています。この玉座に見覚えがありますか。
いやこれはもうあるよね。本当に本当にこの日を待ちわびました。玉座に座りなさい。必ずや女神の啓示があるでしょう。どうです、何かあと一歩のところまで来ているはず。一体何が足りないと。誰だ。全員動くな。動けば命はないぞ。ここまでの案内実にご苦労。聖母にあるものは帝国軍が全ていただく。なぜ帝国軍がここに。嘘でしょ、ガルグマクの中にどうやって。見ろ、どうやら園庭までお出ましみたいだぜ。つまりは園庭と帝国はつながっていたということか。ふん、面白い。ここで貴様と再びまみえるとはな。何をしに来た園庭。知ればこと、聖母には力が眠る。このフォドラを滑るための力がな。そのために死者の安楽も聖者の信仰も何もかも踏みにじるのか。貴様らがかつてダスカーでそうしたように。知ったことではないな。迅速に紋章石を回収せよ。抵抗する者は殺して構わぬ。ブレーナ、神聖な墓地を踏み荒らした罪はその命をもってあがなってもらいます。主にあだなす逆とどもを滅ぼすのです。さあ準備整えていきますか。一応一人でいけるね。レア様はいない感じか。ってなるとわざわざ前提を持っていくまではない。まあどっかで武器はっていうか一回あれだね。黄金のリンゴ、でこれは預けて、一応念のため交換しようか。こんな感じかな。スキルね、速さは2までしかなかったっけ。待ち伏せは剣殺し、白魔法回避、式進歩理科と格闘、術入れとくか。攻めたっては分がある。途中からね、3分の1以下でしょ。最上級のこれでいきますか。さあどうなるか。さあシステムはハードだよね。じゃあ行こう。
エルザまたディミトリ帝国の暴挙を決して許してはなりません。ハントどもを撃ち、聖母を守りなさい。紋章石は棺の中だ。片っ端からこじ開けていけ。さあ、モンスターもいるか。あってはならぬこと。一つでも多くの紋章石を守るのです。紋章石を敵から守りましょう。奪われた場合、撃破すると取り返せます。守った紋章石の数に応じて報酬が変わると、棺がこう、で。焦らず戦おう。加減すべきだ。さあ、どんどん飛ばしていこう。それでよい。根こそぎ奪え。やめなさい。あなたたちはその石を何だと思っているのです。ガンガン奪いますな。あそこに行くまでに倒せるとかね。いやめっちゃうまいやん。まあ一人では限界が来る感じだね。賞賛はあったの。さあスキップ。いやー到底一人ではっていうレベルだね。出直してくるのね。で、こっち行こうか。多分どうせ下また奪われるんだろうな。奪われた。すまん、それよりも今大事なことが。加減すべきだ。はい、送って、はい、送って、そうだね。さあ、奪われるものはほとんど奪われたという状況で、ここ無理に追いかけず行くか。距離的にそうだね。これ以上はちょっとあまりにも。なってくるところで、いい勝負ができたね。で一応 EXP ゲット。まあある程度まではね、そんなに。進める感じじゃなくていいかね。どうせモンスターにやられるからね。ここで一回様子見ようか。あ、そうなるよね。そうなると、ここのマスだったら OK だけど、そもそも動けない。斧か、弱点は。さあ、どんどん飛ばすよ。こっちは発動ね。こっちが発動するか。鋼で、削れるわ。さあ、まだね。機動力はあるからね。いや本当この飛行系にしてから効率がいい。さあ回復をした。何が邪魔かな。こっちずれればまた来るだろう。
あれか。はい、で、こうかな。あ、耳を一回潰して、傷薬か。さあ、魔導士は。ここでいいかな。あとちょいでレベル上がるね。あ、この経験は糧になる。一撃。で、これで OK。で、戻ってあとカウンターすれば。あと15。いや、ほんとに大事。うい、賞賛はあったの。いいよ、だいぶ強いよ。さあ、次。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。左潰しってこいつ来るのもめんどくさいな。まあいいか、左か行くか。時を戻せばいいからね、そいつは。この経験は糧になる。戻って。いやー、打ってくるね。でも当たってないね。これでいいかな。はい、カウンター。さあ、レベル上がった。テンポ重視でね、ガンガン攻めていこう。さあ、力が5に上がりましたな。30か、力がね。はい、一発。いや、弓矢強化してて正解だったね。君も、こっちはね、動くよね。まあ、弓に弱いのあるから。迷いを払う。これでいいかな。120。オーバーキルじゃん。お、鉄の槍。ここら辺まで来るともう紫は結構レアが来るのか。加減すべきだ。ちょっとそしたらアイテム取りいきますか。まあこのゲームやってて何が一番大変かってあれなんだよね、単純にターン数なんだよね。それ以外はなんとか今のところなってるか全然いいんだけど。で、持ち物ザクロを使って、さあ、アイテムを回収終了。この隣の指輪があるからなんとかなってるところも正直あるけどね。きたねー。まあ、避けるけどね。これでいいかな。まあ、近づいてくるけど攻撃はできないって感じだね。はい、で、刺して、加減すべきだ。かなり多分勝手についてきてくれるかな。まあまさにヒット&Aだね。ちょっと下がりすぎた感じもするが、
いい勝負ができたね。さっさと運動に近づいてきた。さあ、カモがやってきたよ。この経験は糧になる。この感触。さあ、技能レベルもアップ。やっぱ機動力は大事ね。ただこれはこの広いマップだから成り立ってるところあるけどね。賞賛はあったよ。スーッと、まあでも帝国軍は何しに来たんだろうね。喋ったけど。やめてくれ。俺はあいつの命令に従っただけ。いや、いいキャラしてましたね。さあ、弓が上がった。じゃあ反対側。アイテムがね。貴様だけは相手にしたくはなかった。ほう。なぜ？しかも紋章一緒だったね今ね。この機を逃すな。さあミス。主人公を相手にしたくないっていうのはどういうことだ。この経験は糧になる。さあ技能弓が C になった。この加速近距離反撃いいね。欲しかったのよそれ。これで弓がだいぶ強くなる。しかさ、斧を使ってるのもちょっとね気になってるところではあるんだけど。さあ、やりでいきますか。今避けて。いや、いい感じに上がったね。くっと。こんなことがあるか。羽を落として帝都の門に晒してやる。さあ、いくつかの紋章石を守りましたということで、正体はエーテルガルド。弓だったからまさかねーと、弓と斧だったからねちょっと気になってはいたんだけど、あーそっかー、でちょっとぶっ壊れてしまったねー。こっちもこっちで一人ね。これはやばいっすな。貴様の首をねじ切る前に一つ聞かねばならないことがある。私の邪魔をしないで。
貴様に口を開く許可を与えたつもりはない。俺の質問にだけ簡潔に答えろ、エンテイ。いや、エーデルガルド、なぜあんな惨劇を引き起こした？自分の母親を殺しておきながら何一つ顧みることはなかったのか？言ったはずよ、私の知ったことではないと。そうか、畜生と言葉を交わそうなどと考えた俺が愚かだったな。陛下、今のうちに増票風勢が。ヒューベルト、どこへ逃げようともセイロス正教会が総力を挙げて必ずあなたを捕らえます。あなたはこの聖母を汚し、主を貶め、同胞たちを辱めたのです。その罪はたとえ煉獄の炎で焼かれようと、全ての血を流し尽くそうと消えません。上に戻り、今後の方針を立てましょう。大丈夫か、今すか言ってれば、大丈夫か。仕留められなかった。殿下。エーデルガルトを殺す。俺の手で。必ず。さあ、先生。大修道院に戻ろう。俺たちは、俺たちのなすべきことを果たさなければ。ようやく本当の顔を見せたな。やつはかつて俺が見たあいつと同じ、殺しと血を好む獣の顔を。違うわ、きっと何かどうしようもない事情があったのよ。あいつが4年前の事件をずっと引きずってるのは分かってたさ。敵を討ちたがるのもまあ分かる。目の前で家族も仲間も皆殺しにされたんだけど、本当にそれだけだと思うか？そうよね。ディミトリがおかしくなったのは炎帝の仮面が外れてから。あの二人、もしかして何か関係があるんでしょうか？教団はホドラを支配せんとする欲望のために教義を利用し、人々を欺いてきた。かつて帝国を分裂させて王国を作り、王国を分裂させて同盟を生んだのもそうだ。それらは全て人々を争わせ、民の安寧を脅かすことで己の権勢を保つためだった。女神に救いを求める人々の信仰心を利用し、金をかき集め税を尽くす偽善者たち、彼らはフォドラを導くことなどできない。そんな信仰は打ち砕かれるべきだ。故に私は決断した。アドラステア皇帝エーデルガルト・フォン・フレスベルグの名において、ここにセイロス教団との開戦を宣言する。信じられん事態だ。状況を整理しよう。君たちが聖母から戻った後、アドラステア帝国がセイロス正教会と我らに味方する諸侯に対して宣戦した。宣戦、まあでもそうだよね。それの戦力奪うために紋章石を奪いに来たわけだもんね。エーデルガルトは父を退位させると自らが皇帝になったのだ。彼女はセイロス正教会こそがこの世の悪だとして民衆に呼びかけているらしい。偵察にやっている騎士が帰還次第、大司教を交えて対応を協議する予定だ。それまでに君は生徒たちが動揺せぬよう見ていてやってくれ。ということはエーデルガルドのクラスはっていう感じだね。教団に宣戦したと聞いた。ま、遅かれ早かれこういう日が来るのは分かってた気もするな。あ、
私たちどうなっちゃうんでしょうか。今は続報もと心配するな。そう楽観的ではいられません。王国に侵攻が及ぶ可能性は十分あります。おい、落ち着けってイングリッド。この状況で俺たちに何ができるってんだ。僕たちがむやみに動いて状況を悪化させるわけにもいきませんからね。やはり状況が判明し次第、一刻も早くフェルディアに戻らねば。殿下。さあ、だいぶ第1部も終わりというか、そんな感じの展開だね。白雲の章、古月の節、戦乱の幕開け。月明かりのさやけさを共に感じながら、人々は一年の終わりを思い忍ぶ。別れを惜しみ、出会いに胸を膨らませ、それぞれの道を歩いていく。徐々に濃くなっていく春の気配をよそに、空にはただ古月が浮かんでいる。何かを象徴するように。さあ、おお、3月一気に飛んだね。1、2、3、ああ、31日最後と。アドラステア帝国がこのような暴挙に出るとは、実に由々しき事態です。エーデルガルトの邪神を見抜けなかったのは痛恨の失態でした。本当に邪神なのか、彼女の目的は。それもあるんだけどね、彼女の目的は、ね、まずもがな、フォドラ全土の征服だろう。そのために得体の知れぬ輩と共謀し、あろうことか聖母まで怪我したのだ。もしや彼女はセイロス教を否定することで自身を神格化しようとしているのか。神託を持って名付けられたアドラステアが女神にアダナスなど断じて許されません。急ぎ帝国の動きを止める手立てを。戻りました、レアさん。シャミア、ご苦労でした。帝国の動きはつかめましたか。帝国の本軍はガルグマクを目指して進軍中です。途中エーデルガルトの軍と合流し、あと2週ほどで到達するかと。わずか2週間、いくらなんでも早すぎる。それでは防備を固めるので精一杯ではないか。すぐに近隣の村々に通達を。ガルグマクの住民にも避難を命じよう。はっ。お聞きなさい。敵がこの大修道院まで攻め寄せれば、私も戦場に立たざるを得ないでしょう。私に万一のことがあれば、その時はあなたに工事を託します。なぜ自分が。そうだよね、あなたはもう自分が何者なのか気づき始めているはず。いえ、記憶を取り戻しつつあると言った方が適切でしょうか。もともと私はあなたの代理に過ぎぬ存在。あなたがフォドラの民を導くのです。レア、すべて打ち明けてくれ、頼む。あの者は神祖なのか。あの者は彼女の器、体の内に神祖の力を宿したもの。やがて器は力と一つになり、彼女が、神祖が地上へと戻られる。やはり君は禁忌を。だが後戻りはできないか。あなたにも、あの子を。いいえ、彼女を助けてほしい。神祖が再び地上を滑るその瞬間を私は待ち望んでいるのです。
わかった。今は君の言葉を信じよう。レア様、お兄様、私もあの方をお助けします。フレン、聞いていたのか。ああ、そうだな。あの者はお前の命の恩人で、そして我らが同胞であるかもしれないのだから。感謝します、セテス。フレン、神祖に連なる者としてその使命を共に果たしましょう。さあ、ということで、神祖か、宿す器、まあだからいろいろ記憶とかもとかあるんだね。よく分かってないもんね、自分のことはね。ってことは、まあ今から徐々に主人公のことが分かってくるという感じかな。錬成石がちょっと足りないね。ちょっとアイテムを補充しておかないとちょっときつくなってきてるかもね。そうね、小腕、そうだね、錬成石、素材屋はだってここないもんね。いやー、でも展開がだいぶ早くなってきた。まあ次イベントがあるけど、そもそも襲来予想日と、まあここでどうにかなるって感じかな。高魔の日とイベントもあると。まあ今回21日散策して1回戦闘挟んでという感じになるかな。次回は、大体31日か、ここからいきなり始まる感じになるかな。もしかしたら28のイベントとかそういうところの始まりをするかもしれないですが、まあ、そのあたりは楽しみにしていただければと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。ほんじゃあまたな。